はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフアンヤ王国編27章やっていきたいと思います。もう物語も大詰めですね。あとはガルンをぶっ倒して終わりというところかな。まあ戦力は相変わらず足りてないですけどね、こっちは。27章、うつろなる王、真の敵ガロン王を倒すため王の間の扉を開くミカミックスとアンヤの兄弟たち。だが彼らが見たものはかつて父と仰いだ者の姿ではなかった。いよいよ正体が分かる時か。結局座ったのか、こいつは椅子に。まあそりゃ普通座るか、占領したら。ここが俺の新たなる住処だ。みんな準備はいいか。きっとこれが俺たちの最後の戦いになる。決して油断はしないでくれ。ミカミックスお兄ちゃん、本当に本当なの？お父様がもう人間じゃないって。ガロン王はすでにこの世のものではない。辛いことかもしれないが、それが俺とアクアの知る真実だ。へえ、ずいぶんきっぱりと言い切るんだね。知っているならどうしてもっと早く言わなかったんだ？それにどうして二人だけその真実やらを知ったんだよ。それは私たちの口からは言えないわ。でも私たちは確かに見てきたの、ガロン王の真実を。そしてみんなにそれを知らせるためにはここまで来る必要があった。ここでなければお父様の真実とやらが見えない。そういうことなのかしら。そうだな、カミラ姉さんの言う通りだ。だから今まで何があってもここに来るまではと思って耐えてきた。俺はこの時をずっと待っていたんだ。みんなに真実を告げることができるこの時を。エリーゼ、レオン、カミラ姉さん、マークス兄さん、みんな俺を信じてくれ。そしてこの扉の先にあるものをその目で見て確かめてほしい。ああ、わかった。お前は今まで私たちを率いて戦ってきてくれた。だから信じよう、お前の言葉を。だがもしお前の言うことが嘘だった時は、私たちを裏切ったと判断し全軍がお前の敵に回ることになる。それだけは覚悟しておけ。もちろんだ、マークス兄さん。その時はどんな罰を与えてくれても構わない。それではみんな見てくれ、これがガロン王の真実だ。え、ってか座ってなかったらどうすんだよ。座ってなかったら真実も何もねえだろ。なんで都合よく座ってんだよ。おお、溶けてる、めっちゃ溶けてる。スライムだな。父上、これは生きたな、我が真の姿を。な、お、体に目がある。完全にベトベターキャラだな。ベトベターゲットだぜっていう。あれ、ヘドロがなくなってる。お父様、そんな、これが本当に。あの玉座に座る者は真実を明かさずにはいられない。あの姿こそガロン王の本当の姿なのよ。お前たち、この足を罠にはめおったのか。かくなる上はこの姿は見た者すべてを葬り去る以外にない。なんか弱そうではあるけどな。なんかすぐペチョって。おお、伸びた、腕が伸びた。そんな父上、どうして。レオン、戦うんだ。みんなもひるむんじゃない。戦わなければ全員殺されてしまうぞ。はあ、聞かんな、その程度。そんな、ヤトの神が聞かない、そのようなおもちゃ。このわしには通用せんわ。なんか下りが一緒だな。ミカミックス、やだよ、こんなこともうやめて。お父様、エリーゼ、泣いていてはダメよ。戦うのよ、あなたも。できないわ、アクア。いくら真実を知ったって簡単に割り切れるものじゃないもの。私だってそうだよ。あんな姿になっても父上は父上だ。倒すことなんて僕には。そんな、みんな頼む、戦ってくれ。
このガロン王はもうみんなの知る父上じゃない。身も心も化け物になり果てた俺たちの敵なんだ。所詮は広い後の貴様の声などわしの子には届かぬ。死ねミカミックス。おお、マックスが受け止めた。マックス兄さん。マックス、わしに歯向かうのか。黙れ。気安く私の名を呼ぶな、異形の者よ。今のお前の振る舞いを見ていて分かった。お前は私の尊敬する父上などではない。昔の父上のことは私が一番よく知っている。かつての父上は強かった。だが実の子に手を挙げるような真似は決してしなかった。敵国を支配し略奪の限りを尽くすような真似はしなかった。お前にわしの何がわかるのだ。貴様、父上の何がわかる。私はずっと見ないふりをしていた。どのような命にも背きはしなかった。いつかは元に戻ってくれるはずだとそう信じて戦ってきた。だがあの頃の父上はもう。ああそうだ兄さん、兄さんの知っている父上はこいつではない。兄さん、俺と一緒に戦ってくれ。このままではみんな死んでしまう。せっかくここまで来たのにこんなところで終わってしまうなんて。父上だってそんなことは望んでいないはずだ。ミカミックス、ああ私も戦おう。誇り高く強き王であったあの頃の父上と同じように、私は貴様を倒し真の平和を取り戻す。おう、ジークフリートがここに来て。そうか、進化するのか。ジークフリートが光って、この光は同じだ。僕のビュルンヒルデの力がミガミックス兄さんの宿の神につながった時の光と。まさか。それじゃあマークス兄さんのジークフリートも。うわミカミックス。カシャーン。この刀は私のジークフリートの力がミカミックスの刀とつながった。体に力が流れ込んでくる。レオンのブリュンヒルデとマークス兄さんのジークフリートの力、これが虹の賢者様の言っていた炎の紋章をつなげた力。ヤトの神アンヤ、ヤトの神アンヤを手に入れた。あれ、これってどんくらい強いんだ。ヤトの神アンヤ、いい名だな。かつて父上がすべ、そしてこれから私たちがすべていく愛しい国の名だ。とても強くて温かい大きな力を感じる。少しばかり力を得たおもちゃなどでこのわしにかないはせん。お前たちは皆ここで死ぬと決まっておる。そうはさせない。はあ、バシュバシュ弱そう。何こんなバカな。このようなおもちゃに王であるわしが。さあ行くぞ。行くぞ。カミラ、レオン、エリーゼ、ミカミックスが戦っているのにこんなところで立ち止まるな。アンヤの王族なら国のために、世界のために、そして父のために立ち上がってみせろ。兄さん。そうだね、僕も戦うよ。アンヤの王族として最後まで強い心で。そうね。辛いことだけれどこの戦いに勝つことでお父様は救われる。そう思って戦うしかないわ。お父様。ごめんなさい。でも私にも守りたいものがあるの。みんなを死なせたくない。だからさよなら。諦めない。俺たちは何があろうとお前に屈したりはしない。みんな行くぞ。アンヤと白夜を争わせた元凶を葬り去り、この世界を、そしてガロン王を救うんだ。で、こいつは何者なんだ、そもそも。どうしようかな。まあこいつらどうせ出してもしょうがないから、また少数精鋭でいきますか。で、ドーピングタイムですね。これはやりましょう。
ドーピング終わったところで、そうそうイザナがいたんで、こいつ上級職なんで一応出しときましょう。魔法使いとしてちょっと回復役もいた方がいいし、もう最後の方になるしいいかな。敵衝撃波いくぜ。なんだこれ、どう分かれてんだ、マジかよ、無理だよ、なんでこんなわけわかんねえところにいるんだよこいつら、ふざけんな、ちょ逃げろ逃げろ、アクアなんてわけわかんねえところにいるし、撤退撤退撤退、どういうことだよ、配置を全く見てなかったけど。何これ、階段、階段に行くとどこに行くの、ここら辺に出てくるってことか。ガロンがいるな、宝箱はなさそうだな、とりあえず上に進軍していくか。まずはそもそもなんか左右に散ってるやつだと合流しないと。うお、進めみんな、なぜか左右に散っているやつらの元へ移し見つかおう。その間に来るかな敵が、あと誰、あいざなか、あ来た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 、おいふざけんなよ、これ絶対死ぬでしょこれ、いやーこれアクア死ぬな、間に合わねえよ、逃げろー、フランネルでこれ攻撃してもちょっと無理でしょうね。まああんまり食らわないな、戦闘はとりあえずオンにしておくか、なんとなく 81%、 ほら、うわカウンター食らった、いてマジか、なんてこった。ダメだ、全然届かない。何これ、カウンターってあれだっけ、射程2からやれば大丈夫だよね多分。ほらくそこの野郎、ひでえことしやがる。でこいつもちょっと殴っとかないとな。サンダーソード、うわ魔法カウンターかよ今度はよしやばい、すっげえヒットポイント減った。こいつ何があんの、魔法カウンター、魔法で攻撃された時、隣接する敵から攻撃された時ってことは魔法じゃない、かつ射程2からやらないといけないってことか。ほら食らいなよ、よし、厄介すぎだろう、回復、エリーゼ回復しないと、つえつえつえ、全回復には至らないけどしょうがない、一気に大ダメージを受けたからな。これはそうするとあれだな、左右に散ってるやつもある程度倒していった方がいいな。弓兵がどこまで来れる、あ全然来れないな、大丈夫だ、アクア生き延びろよ、35、ギリギリだな、ドーピングしてなかったら死んでたな、危ねえ危ねえ、これはちょっともう一気にガロン王のもとへなだれ込むしかない。フランネルめっちゃ回復した、とりあえずこの上4人はぶっ倒そう。ないな、これとかなんの、混合の一撃か、早急に始末しておく必要がある。くーらえ、ほら無駄。ベルカでこいつをぶっ倒す、サポートするわ、よし、よし任務完了、あとは、うおーなんだ扉が開いたぞ、あそれはいいのか、開いて、何弓持ちか、弓持ちってことは、うおーこいつはダメだ、いやいいのか、
射程1から攻撃すればいいわけだよな。微妙だな。こいつをここに置くか。ちょっと待てよ。マックス。勝てえな、マジで。よし。くらえ。これはかなりいい。さらに。リブロあんまり回復しないな。こいつが来るってことだろう、この位置だと。ちょっと待てよ。そうするとクラウナー、ここで一発ぶん殴っておこう。ほら30くらいだったら、お、これで20になった。減らせるはずだ。サンダーソード。すまない、そういや雅の神を使ってねえな。開いたから何なの。開いたから一気になだれ込んでくるとか。よし倒せる。ほら相手にならねえな。敵自体はそんなに多くない感じかな。こいつも倒せっかな。いいね、うつしみくん。勝てると思うな。くらえ。そうだ、死ぬのは怖いさ。よしで、アクアを使って復活させて、こいつの射程をちょっと見るか。うおー、ベルベルグ65か。モズメをやっぱり投入しよう。で、リブロじゃなくてリライブで回復させて、ミークネスとかなさそうだな。とりあえず射程からはどんどん出ていこう。あれ、あと誰、こいつか。逃げ回った方が良さそうな気もするけどな。とりあえず自分はこっちに行って、エリーゼはモズメ、ここ一応射程のギリギリのところまで行けるだけ行くか。また一気になだれ込み作戦と、こいつの吐息作戦も使おう。そうするとカンナだな。ここら辺にいれば大丈夫だな。間違えてモズメやっちったよ。まあいいや。こいつも持ってるはずだから、うおー、いけない。こいつも吐息は持ってるはずだ。死の吐息作戦、死の吐息でダメージを与える。こいつリライブ使おう。ちょっと全回復させておいた方がいいかな。何が起きるかわからない最終戦は。ここレオンが食らうけど、まあいっか、しょうがねえ。リザイアで回復できるはずだ、このくらいなら。よし、問題はない。このまま一気に倒す、いくぜ。この何、この玉座3020とか。異常な地形効果なんだけど。ちょっと待って、死なない程度に行きたいかな。死なない程度に 79%、 これ死なないよね。わしはアンヤと白夜に君臨する、唯一にして偉大なる王ガロンだ。そんなの聞いていねえんだよ。これでくらえ、ゼロ。ふざけんなよ、マジか。竜輪、うわー、無効か、すげえ。
持ってるな、いいの。しまったな、主人公をとりあえずぶん殴りに走るか。そうするといけるな。ヤトの神の方が強え。よし、これで決まりだ。あと誰かで倒そう。やはりお前は殺しておくべきだった。あの時ハイドラ神のお告げに背いてでも。何がハイドラだ、何がお告げだ。お前は自分で考えることも選ぶこともやめてしまった。だから心まで化け物に食われてしまったんだ。俺は違う。俺は自分で選んだこの道をきっと平和へとつなげてみせる。お前を倒すことで。お手並み拝見。くらえ。おお、かわした。あ、倒したなこれ。ま、主人公で倒した方が。こんなバカな、バカな。イエー、レベルアップ。チャリーン。ゲー、ヒットポイント1しか上がらない。生命吸収、これは一応持っておこう。精神統一ちょっと外すか。生命を吸収した。お前の命は俺が吸った。ハイドラ神の力よ、我に。溶けてった。父上、これでいいんだ。父上が救われたのならこれで。だが叶うものなら、最後にもう一度だけ彼の本当の言葉が聞きたかった。どっから乗っ取られたの、体。よし、みんな、俺たちはこの戦争に勝利した。残った白夜兵たちは除名し、捕虜たちの解放を。これで終わりか。いや、最終章は最終章になるはずなのけど、なんか来た。これはまさか、まさかの匠じゃないか。マジか、ここで匠が出てくるなんて。やる、僕が。こいつの怨念はここまですごかったのか。てか唐突だな。匠、生きていたのか。匠、だがその姿は一体。殺してやる。ミカミックス。おお、かわした。っていうか弾いたの。あいた、くらった。殺してやる、殺してやる。攻撃をやめろ。ガノンはもういない。戦争は終わったんだ。これ以上無意味な戦いをする必要はない。お前だけを僕が殺す、そう決めていたんだ。話を聞いてくれ、匠。待って、ミカミックス、説得が通じる相手ではないわ。信じたくはないのだけれど、彼もガロン王と同じように何者かに囚われている。なんだって。残念だけど、あの姿はもはや手遅れよ。おそらくスサノオ長城から身を投げた時に匠はもう。では倒すしかないというのか、父上と同じように。そうね。軽いな。そうね。お前のせいで白夜王国は、僕たちの国はめちゃくちゃになってしまった。お前さえいなければ楽になれる、こんな思いもしなくて済むのに。お前さえいなくなれば。泣いているのか、匠。さあ行くわよ、行くわよ、ミカミックス。あの子の恨みはもう戻れないところまで来ているわ。犠牲が増えてしまう前に止めるしかない。いや、待ってくれ。え？匠の怒りは最もだ。この白夜王国は俺のせいでこうなってしまった。俺は自分で選んだ道の責任を取らなければならない。だから。まさか。何？やすやすとやられるというのか。待ちなさい、ミカミックス。危険よ、戻りなさい。ミカミックス、殺してやる。匠、思えば俺はお前に何一つ兄らしいことをしてやれなかったな。あの時、あのスサノオ頂上でお前を止めることさえできなかった。俺はここで倒れるつもりはない。だがせめてお前の怒りは全て俺が受け止めよう。殺してやる、殺してやる、ミカミックス。そうだ、匠、狙うなら俺一人よ。さあ来い。
お前何しようとしてんだ。死ぬだろ普通に。剣が壊れた。ミカミックス。お兄ちゃん。バカな。なんだあの力は。大丈夫だみんな。どう考えても大丈夫じゃないんだけど。俺はこれ式のことで死んだりはしない。頼まれたんだ龍馬兄さんに。あとは頼むと。さあ匠、お前の怒りはこんなものではないだろう。もう一度かかってガク。ミカミックス。結局こいつは一回死ぬのか。あれ、あそうかそうか、これで終章に来るんだったな。白夜の時と同じパターンだな。光去りゆく黄昏だったかな、ちょっと読めなかったけど。いやー楽になったな、気分がいいな、それにとても眠いな。で死んだ人たちが出てくるんだっけ。多分龍馬とかが最後に出てきて起こされるんだな。そうだそうだ、ここら辺の下りは一緒だな。朝ですよ。ありゃお母様がいるじゃないか。母上、じゃあここは俺の部屋なのか。はい。よく眠っていましたね。あなたはいつもお寝坊さんなんですから。幼い頃からずっとそう。私が起こすと決まって機嫌が悪そうに顔をしかめるんですよ。そうなのか。今日は龍馬と訓練する予定があるのでしょ。このままでは遅れてしまいますよ。龍馬兄さんと訓練だが、もう少し寝ていたいんだが。ダメですよミカミックス、私だってもう少しできるならずっとここで眠らせてあげたい。でもきっとそれはあなたのためにはならないから。母上、まったく。まだ寝ていたのかミカミックス。龍馬兄さん、龍馬ったら待ちくたびれてきてしまったのですね。早く刀を持って城の庭園に来い。これ以上俺を怒らせたら後が怖いぞ。わかった。刀メガネメガネみたいな感じで刀を探すんじゃないよ。あれ八頭の神がどこにもない。どうした。ミカミックス、刀が見当たらなくて。お前がパクったんじゃないのか。だが大丈夫だ、すぐに代わりの刀を持ってくる。他の刀でいいのですかミカミックス。ほう、それで勝てるとこの世界を救えると思っているのか。母上、龍馬兄さん何を言って。まだ寝ぼけているのかミカミックス。まさか俺が最後に言った言葉も忘れているのではないだろうな。最後に言った言葉。あとは頼む、俺はお前にそう言ったはずだが。そうだ龍馬兄さん、あの時。よし、思い出したかミカミックス。兄さん、ではここはもしかして俺はさっきの攻撃で死んでしまったのか。いや、まだ戻れる。お前が戻りたいと強く願うなら。まだ戦いを続けている大切な仲間のもとに。仲間のもと。起きてミカミックス、あなたはこんなところで倒れてはいけないのよ。ミカミックスは死んだ、もう目を覚ますことはない。なんてこと。ミカミックスは死んでなどいない。お前の攻撃などで死ぬわけがない。次はお前たちの番だ。いやこれ死んだでしょマークス今の。だって俺が一撃で死んだんだよ。今の声はマークス兄さんとアクア、みんな匠と戦っているのか。俺を倒しても匠の恨みは晴れないというのか。匠が囚われた恨みはそんな生優しいものではありません。すべての暗夜兵を殺すまであの者は止まらないでしょう。ですがあなたの仲間は諦めていません。あなたが戻ってくることを信じて、あなたが立ち上がることを信じて戦っています。そんな、終わってないわ。あれこいつがいるじゃん。あなたはみんなの盾になるべきではない、あなたはみんなの剣になるべき人。終わってへんで。死んだなんて嘘や、あたいは戻ってくるって信じてるで。まだよ。人の命は儚いものけれど、あなたはまだ終わっていないはず。やだよ。死なないで、私頑張るから、もう一度私を見てよ。ねえ、あんな攻撃で死ぬわけないだろ。だって僕の知ってるあんたはもっと。戻ってこい。私はお前を信じ戦い続けよう。
たとえ最後の一人になろうとも。てかみんな殺すなよ。どうして？お父さん、私を置いていかないで。いい子にするからずっとそばにいてよ。死なないでくれ。ミカミックス様が俺を信じてくれたように俺もあんたが戻ってくることを信じている。いやよミカミックス、戻ってきて。私の命と引き換えにしてもいいから。奥さんがそんなこと言うもんじゃないよ。死んだら許さないぞ。目を覚ませよミカミックス。戻ってきたら俺の最高の宝物をお前にやるから。言ったなお前、宝物くれるって言ったな。声を聞かせてミカミックス。死んではダメ。もう一度目を開けて。もう一度声を聞かせて。ねえ、こんなところで終わるなんてらしくないよ。さあ目を開けて。君のお墓はここじゃない。お前最後だけ出したのに。お、ブノは別に出てるやつだけじゃないんだ。正義の名のもとにもう一度立ち上がるのだ。あなたの正義はここで潰れてはならない。いいとこ見せなさい。早く戻ってきなさいよバカ。こんなところで死んだりしたら許さないわ。ああ、そうすると初期のあれかな、こいつら外してたからな。順番的にいるってだけか。死んだ奴らはさすがに出てこないか。戻らなければ。俺はもう一度匠を止めに行かなければ。行くのかメカミックス。ああすまない、俺はやはり行かなくては。このまま母上や龍馬兄さんとずっと一緒にいたいと思う気持ちも本当だ。だが俺にはまだやらなければならないことがあるんだ。そうか。それでこそ俺の弟だ。だがその前にお前に会いたいという者がいる。俺に会いたい人？匠お前やめろよ。やめさせろ。なぜ、なぜここに。匠はあそこでみんなと戦っているはずでは。いや、あれは僕じゃない。恨みの力で動いているだけのただの屍だ。僕の心はもうとっくの昔に死んでしまっているんだよ。そんな、お願いだミカミックス。戻るなら僕の体を殺してくれ。あなたの力、ヤトの神ならきっとそれができるから。だが俺のヤトの神は、そうか、壊れてしまったんだね、あいつの攻撃で。お前のせいだろ。それなら僕の風神弓をあげる。いや俺弓使えねえから。この力があればヤトの神はきっと元に戻る。なんだって。ダメだ、そんな大切なものを。受け取ってくれ、これはあなたにしか頼めないんだ。悔しいけど僕にもう、ここにいる僕たちにはもう何もできないから。匠、わかった。何があろうと匠を救ってみせる。お前の大切な風神弓にそう約束しよう。よこせ。ありがとう。もしあなたが僕と一緒に戦ってくれたらどれだけ心強かっただろうね。ミカミックス、僕本当はずっとあなたと兄弟として仲良くしたかった。あなたのこと兄さんって呼んでみたかった。ちゃんと僕が僕のままで会った時にそう言えたらよかったんだけど、僕は意地っ張りだからどうしても素直になれなくて。ごめんね。すまん。意地っ張りは死んだら治るのか。俺こそお前に辛い思いをさせてしまった。俺もずっと匠に兄さんと呼んでほしかった。この戦争が終わったら俺たちは仲の良い兄弟になれたのかもしれない。なのにこんなことになってしまって本当にすまない。いや、もういいんだ。あなたは僕の恨みを受け止めてここまで来てくれた。それで十分だよ。ありがとうミカミックス兄さん。匠。大丈夫だミカミックス。俺がどうしてお前に後を託したと思う。お前なら幾多の悲しみや苦しみに耐えられる強い心を持っていると思ったからだ。だからもう振り返るのは最後にしろ。目を覚ましたら前を向け、前を向いたら歩き出せ。そして戦うことで戦いを終わらせてこい。ヤトの神に選ばれたお前ならきっとできる。俺はそう信じている。ああ俺は戦う、龍馬兄さんの分まで。あなたとの新しい約束を今度こそ果たしてみせる。だから安心してこの国の行く末を見守っていてくれ。さっきの寝顔、幼い頃のあなたと同じでした。私がもう一度過ごしたくてどうしても届かなかった時間を最後に送ってくれてありがとう。私はあなたがどこにいても誰といてもずっとずっと愛しています。今度戻ってくるときはもっと強くなったあなたの姿を私に見せてくださいね。はい。次にただいまを言うときは必ずあなたに胸を張れる自分になっているとそう約束します。
ありがとう。その時を楽しみにしていますよ。それって死ぬのを楽しみにしてるってことか。行ってらっしゃい。ミカミックス。行ってこい。ミカミックス。行ってらっしゃい。ミカミックス兄さん。行ってきます。弓を持って。てか雷神刀もなんでパクってかなかったんだよ。おお、リリス。行くのなら私がお連れします。私の手を取ってください。ありがとう。お前はそのために死んだんだな。あったかいですね、ミカミックス様の手。私はこのぬくもりが好きでした。あなたが私を撫でてくれた優しさが、万の敵をおふる勇ましさが、あなたのすべてが大好きでした。ああリリス、俺もだ。俺もお前のことが大好きだ。これからもずっと。ありがとうございます。ミカミックス様、これがあなたの本当の最後ですね。少しだけ寂しいですが。行ってらっしゃいませ。ミカミックス様。ああ行ってくる、リリス。さらばだ。あれ取り残された俺。白い空間に取り残されてるぞ。俺は行くんだ、戦い続けているみんなのもとへ。俺はまだ終わってはいない。前を見て進み続けないといけない。頼む風神弓、お前の力を俺と宿の神に貸してくれ。お前の死を、匠を救うために。お、これはなんだ。この光は答えてくれたんだな、風神弓。ミカミックス、みんな、ミカミックスが。ああすまんみんな、俺はもう大丈夫だ。龍馬兄さんや匠たちが俺をここに送り出してくれたんだ。これからは俺もみんなと一緒に戦うぞ。よかった、ミカミックス戻ってくるって信じてたよ。それでこそ兄さんだ。目を覚まさなかったらどうしようかと思ったよ。あれ別に宝石がカチャーンってなるわけじゃないんだ。ヤトの神がとりあえず復活しただけか。許さない。ミカミックス、何度生き返ってもこの僕が殺してやる。それは無理な相談だな。何、折れたりしない。この刀はもう二度と折れることはない。匠の風神弓の力が、今まで戦ってきたみんなの気持ちがこの中には込められているんだ。もう二度とお前なんかに壊されはしない。風神弓が僕を裏切った。違う、風神弓はお前のものではない。風神弓の本当の持ち主は俺たちのせいで死んでしまった。俺がこの道を選んだ代償はこの先の未来をかけて償っていく。お前を倒して大切な人たちとの約束を果たすことでな。卑怯な暗夜の者、僕が本物の白夜王子匠だ。僕がこの国を守る、白夜王国のために戦う。暗夜の者は皆殺しだ。死ね、みんな死ね。さあ行くぜ匠。遅くなってしまったが、今度こそお前を、この世界を俺が救ってみせる。これが俺の、俺たちの最後の戦いだ。これ戦闘準備するよね確か。ああ、そうだよね。ってことはドーピングしないといけない。レッツドーピングタイム。OK だ。これであといらないやつちょっと外しとくか。どうしよう、最後だから出しといてもいいかな。なんか死んでもいいや。壁役として使えそうだな。ってことは機動力のあるやつがいいな。ピエリ、こいつはちょっとごちそうだから入れとくか。壁3体、肉壁を出しましょう。行くぜ。ごめんなさい匠、もし私が近くにいたらもっと早く気づいてあげられたのに。何を選べば別の何かが犠牲になる、分かっていたことだけれども、でもせめて私もミカミックスのようにこの道を選んだ償いをしなければならないわね。本当はもう二度と使うつもりはなかったのだけれど、
私の禁断の歌の力であなたの呪いを弱めてあげる。でもこの力を使えば私は、匠、龍馬、もし私がそっちに行ったらあなたたちは怒るかしら。それとも、あれ、匠が二人いる。ぐ、この歌は一体、力が奪われる。どうして、どうしてみんな僕の邪魔をするんだ。激衝撃か。そうだな、これはもう早急に、ってか龍脈が超いっぱいある。敵将の全体攻撃を防ぐ防壁を作り出す。え、マジ、なんだよそれ。ってことは、ってことはどういうこと。ちょっとずつ進軍していけってこと。ちょっと待って、まずここに行けるっしょ。ここに防壁が作り出されるのか。そういうこと。ちょっと待って、とりあえず主人公で防壁を打って龍脈を見てみよう。ガショーンと壁ができた。この後ろにいればいいってこと。いまいちわからん。ちょっとずつ進軍していくか。じゃあちょっとモズメが死んだらすっげえショックだからな。うちのスーパーエースだからなこいつは。ここ大丈夫だな。カンナとりあえず置いとくか。まあ普通に戦闘する分にはここも大丈夫だよね。こいつらが来るけど、まあいいかな。ここも大丈夫なはず。うつしみ、よし。ちょっと壁、壁役 OK。 まあ7くらいだったら余裕だな。 28% 強いな。ほら、完全マックスドーピングしたからな。うわー、そうか、ヤトの神だと射程見たら攻撃できないんだ。それがちょっと痛いな。サポートする。 17% みたいな。覚悟しよう。無駄だ。国のためだ。お、横からも横にも敵がいたのか。全然気づかなかった。ちょっと待って、先に進んでいこう。後ろから狙えるやつは狙っていく。よし、この方向でいくか。ほらほら、くらえ。よし、お前をちょっと出すか。 82% 外れたら、っていうかカンナの攻撃で当たるな。無駄にクリティカルが出た。どんくらい上がるんだ。うん、普通に100くらい入るな。壁役としてお前は一旦そこにいてくれ。59%、 まあそんなに食らわないから大丈夫だろう。よし、オッケー、倒した。キラーボーすげえな、クリティカル率が強い。あとはこいつは動かない。こいつらの射程を見つつ進軍しよう。ここら辺までか。ここなら大丈夫っしょ。エルフィーだったらさすがにいけるはずだ。無理か。龍脈まだ大丈夫だよねこれ。どうしようかな。イエーイベリー、イエーイ小判、
こいつここで壁になってもらおう。肉壁くん2人。うわー、なんだ波動砲みたいな。いた、死ぬ死ぬ死ぬ、まあ、こいつが死ぬのはしょうがない。肉壁くん役に立ったな。もう皆の盾にはなれそうもないな。いや、いいっす、いいっす。うお、29、めっちゃ食らうな。うお、一発で死亡。よしよし、役に立った。なんて卑劣な、これがアンヤ王国のやり方なのか。人の命を使って壁にするとは。一瞬で崩壊した壁三人衆が。うわー、なんか疲れた。バツってなんだっけ、動けないやつだっけ。一応まあ反撃はできるからいいな、倒せるな。そしてこの二人のペアが超強い。あれ、1残った、計算間違いをしてしまった。うわ、これはあれだ、魔法だ。魔法はね結構食らうんだよね。まあ、最終戦だから最悪犠牲者を出してでも敵を倒す方向で。よし、次危険そうだな、なんとなくだけど。ファイヤー、オッケー、ごめんね。 B、 くらえ。あとは後ろの魔術師ちょっとほっとくか。こいつ厄介だからな、倒しとこう。サンダーソードにしよう。やっぱ射程はね2あった方がいい。おりゃ、うおー、かわされた。悲しすぎる。マークスをここに置いて、よし、援護しつつ倒す。月光町である。そしてクリティカル1000、レベルアップ。カリスマ、周囲2マス、味方が戦闘時、プラス2、いいね、いいけど、どうしようかな。カリスマいいやん、いらない。弓兵で、モズメはちょっと取っとくから、こいつか。こいつをぶっ倒す。やってみせるわ。それ、やめなさい。くらえ。オーケー。あ、あいつもうマックスだ。あと、このごっついやつを、どう倒すか。アーマーナイトだから、こっちに持っていこう。あれ、動けねえんだ。忘れてた。リプローで回復させるか。回復量がそこまであるわけじゃないな。どうする。そうすると主人公を持ってくるか。歌う、壊す。このメイド倒せば大丈夫でしょう。こいつはちょっと回復だな、死ぬかもしれないな、最悪。まあ、しょうがない。こいつここにいて、モズメなあ、これ集中攻撃食らいたくねえな。しまったな、ちょっと集中攻撃食らう位置にいるな。防刃しこう、モズメを。でこいつをぶっ倒す。サポートするよ。さらばだ。匠にもメイドがいたんだな、そう思って。ほら、くらえ。こいつは動けないかな。やばいな、グレートナイト魔法力がないからな。ちょっと危険な位置にいるな、こいつ。
なんか危険な波動を。いてててて、リザイア外した、リザイア外したの痛い。マジか、これレオンが死ぬ可能性がある。うわ、死んだなこれ。やられたか。お前、ここに来てレオンが死んだ。しょうがない、ここで引かせてもらうよ。こいつは大丈夫だな。よし、なおかつかわした。12か。私も頑張るわ。こいつは魔導士だからそこそこの魔法力はあるか。12の5、生き残れんな。いい壁にはなってんな。ただよしよしよし、ここでちょっと一回戦闘をするか。こいつら全員片付けよう。まずはコバン1個使ってでも仕留める。くらえ。おお、オッケー。これコバン2つ使ってないよね。強調の一撃きた。40% アップ。うん、微妙だな。左打ち輪がもういらないな。そうするとここでこいつをぶっ倒して、ほら死の吐息でダメージを与えてバシュッと。あとこいつか、死の吐息が使えるのは。ちょっと待って、ここでやると2人に当たるな。見てー、くらえ。 OK。 うわ、魔法が使えないのか、そういうことね。まあマークスで倒せるでしょう。ジークフィードの力、国のためだ。くらえ。これでこいつちょっとあれだな、動いてから持ち物で特効薬使おう。全回復で、こっちでぶっ倒すと。そこどけ。お、あった。いいね、キラー棒強いな。あとはエルフィーが復活してるから、なるべく前線に出そう。勝率45。異常だな。おー、レベルマックス。力が39だもんな。で、あとできれば、こいつの射程いくつ？うわ、結構あるな。とりあえず攻撃をして、よしよしよし、くらえ。これで自分が攻撃すれば終わりだな。 81%。 普通に考えれば当たるんだけど、どうだ。よしよし、これで増援が出てきてるってなると最悪だからな。いきなり匠の周りにパパみたいな。そうするとこいつが残っちゃったな。アクアでこいつを復活させて、でこいつで攻撃すればある程度減らせられるから。硬いな。アーマーキラーみたいなの持ってくればよかったな。うわ、魔法が使えねえんだ。あ、
間違えて防塵しちったよ。いやちょっとこれ無理だな。こんなもんか。狙われたか。壁役くんだが十分だ。役うおーそうか、こっちにも敵がいるのか。気づかなかった。うわ来た来た来た。下の敵は確実に放っておくだろう。倒せるやつは倒していく。死んだら許さないぞ。お大臣シャーッと。よし、いい塩梅やな。さらにこいつでダメージを与えれば。守ってみせるで。お覚悟しなさい。強い。こいつももうレベルマックスだな。成長の限界が来た。これで左右のやつは倒したから、こいつはちょっともうマックスに任せよう。危険なチークフリート。サポートするわ。まったく月光町。よし、こいあれ壁ってここにできんの。ここの壁はマジか。ちょっともう一旦、そうするとあれだな、波動砲を撃たせてから行った方が。あとこいつあれある。うわ竜の鱗あるわ。竜鱗最悪だ。竜鱗はね強えよな。まあいいや、今のうちにこいつらを排除できるだけしておくか。サンダーソードでいけんな。てか奥のやつサンダーソードで殺せないか。しかもダメージ食らうな。ってことはしょうがない、これでいこう。ほらほら消えなさい。うおー、どういうあれだこれは。食らわなければどうということはない。食らえ。よし作戦勝ちだ。当たらなければどうということはない。あとイザナアクアはちょっと待って、こいつ下ろそう。でエリーゼを復活させて、でイザナはここでリライブをかけて、でエリーゼはここでリライブをかけると。よし回復完了。さてさてその後どうするか。ヒュイーンって溜めた後もう一ターンだよな。これで次だ。ってことは復活してきたよ。厄介だ。このターンで倒せば何の問題もないってことだよな。いけそうといえばいけそうだな。多少の犠牲を出してでもこれは行くべきだな。主人公死んだら話になんねえから。うおーどうする。小判があと1個か。アクアがどこまで来れるかだな。そうするとここまで来れるからサイドをかけられんな。エルフィーちょっと一回ぶん殴ろう。これうおダメだ。やはりここはモズメで行くしかない。マークスがなだいぶ遅れてるからな。どうする。もう一旦待つか行くか。これは悩む。いや行くべきだな。押す。行くぜ。ヒットポイント60か。敵国の者は皆殺しだ。モズメちゃんは別に敵国の者じゃないけどな。お大事にしようっと。いて。おお、ガード。そうだ。たまたまだけど。キュイーンってなった今。アクア。歌う。モズメ。
うちのエースいける。これガードできる人だって、防塵の暗い無駄無駄。よしよしよし、いいね。主人公で宿の神でぶっ倒せるな。終わりだ。ミカミックス、今度こそ待っていてくれ。すぐにお前を救ってみせる。最後の願いはきっと叶えてみせる。そうだ、すぐにやってやる。終わりだ。さようなら。後ろの匠は、そういえば僕はレベルアップちゃんちゃらちゃちゃーんと終わったか。おお、死体がある。いやー、押し切れたな。約束は果たしたぞ龍馬兄さん。匠、ありがとう。たくみ、ああ、ありがとう。どうかゆっくり休んでくれ。白夜結構戦死者が出てんな普通にガロン王や匠の体を動かしていたのは一体何だったんだろう。強すぎる思いが未知の力を引き寄せてしまったんだろうか。それは私たちにはわからない。だが戦争が終わったことは事実だ。そうだろう、ミカミックス兄さん。そうだな、俺たちは戦争を終わらせた。犠牲は少なくはなかったが、これでこの世界には平和が訪れる。それだけでも俺たちのしたことに意味はあったはずだ。ああ。それが正しかったのか正しくなかったのかはわからない。だがせめて散っていったものの分まで、これからの未来は私たちの手で作っていこう。ああ。てか日の香になんて言おう匠も龍馬も救えなくて。そういえばアクアは？さっきまでそこにいたのに、誰かアクアを知らないか？え？あれ？アクアお姉ちゃん、どこ行っちゃったの？おかしいわね、急にいなくなるだなんて。結局アクアも消えてったのかよ。白夜王城のどこかにいるんじゃないのかな。ここはアクアの家だったんだし、何かしておきたいことがあるのかもね。それはそうだが。大丈夫だ。何にせよ今から城内の残兵を残らず探さねばならん。その時にアクアも見つかるだろう。そうだな。しかしアクアは見つかることはなかった。なんだこの胸騒ぎは。まるでアクアとはもう二度と会えないような。気のせいだよな、きっと。どういう勘だよそれ。あれ、クラケンシュタイン今どうなってんだ。そういえばもうマークスが王様か。誰も座ってない。お前死んでただろ。これより前暗夜王ガロンの後を継ぎ、第一王子マークス様が新たなる暗夜王としてこの国を治められることとなります。即位の証としてこの冠をお受け取りください。ああ、確かに受け取った。新しき王としてこの国を正しく導いていくことを誓おう。兄さん、ついに国王に即位されたんだな。ああ、これから暗夜王国の新たな歴史が始まるんだ。この国はきっと素晴らしい国になる。そんな予感がするよ。そうね、マークスお兄様ならきっと成し遂げてくださるわ。アクアお姉ちゃんにも見せたかったね、マークスお兄ちゃんの戴冠式。そうだな、せっかく戦争が終わったのにあの子はなぜいなくなってしまったのかしら。どこかで元気でいてくれるといいのだけれど。まったく、姿を消すなら兄弟の僕たちに一言ぐらいあってもいいだろうに。一人で勝手に風みたいに消えてしまうなんてさ。風みたいに、マークスお兄ちゃんがお話しするみたいだよ。即位のお言葉よ、静かにしましょうね、エリーゼ。これもギレンザビだ。みな、今日は私の戴冠式に足を運んでくれて感謝する。戦争は終わり、敵国であった白夜王国とは和解した。今後は両国が手を取り合い真の平和に向けて歩んでいくこととなる。先の戦争では、いや戦争が始まる以前からずっと暗夜白夜の民たちには辛い思いをさせてきた。
王の支配に圧政、略奪、各地での反乱も後を絶たなかった。だが私は両国の民たちを二度と同じ目には合わせたくない。暗夜領の公国や部族たちには自治を認め、白夜領とは支配ではなく信頼でつながり、両国が互いに尊敬し合える関係を結べるよう尽力する。時間はかかるかもしれないが必ず成し遂げる。私はここにいる皆にそう約束する。闇に閉ざされた夜の空にも星の光は輝いている。私は王としてその光となろう。最も大きな星となり皆を導こう。結構ロマンチックなこと言ってんなこいつ。皆が笑顔で幸せに過ごせる未来を作っていくために。ジークジオン、ジークジオン。そうだな、父上ができなかったことを俺たちが成し遂げよう。遥か未来を生きる人たちにも素晴らしい時代だったと語り継がれるよう、この世界を良いものに変えていこう。すごい、マックスお兄ちゃん、さすが国王様、言うことが大きいね。かっこよかったよお兄ちゃん。エリゼ、頼むから大声を出すな、立ち上がるな、手を振るな。こんなところで暗夜王族の恥をさらさないでくれよ。いいじゃない少しぐらい。それにレオンの方が声が大きいわよ。みんなあなたの方を見ているわ。ギュンターもものすごい顔をして睨んでいるぞ。これは後が怖いな。それではこれにて戴冠の儀を終わりといたしましょう。新しき暗夜王国とマークス国王に栄光がありますよ。ジークジョン、お疲れ。マークス兄さん、どうだった？私の姿は王としてうまく振る舞えていたか？もちろんだ、威厳があって立派な国王だった。エリーゼもあんなに大騒ぎするくらいにな。あのあとギュンターにちょっと怒られちゃったよ。ちょっとかよ。ちょっとで済んでよかったじゃない。運が良かったわねエリーゼ。何？あれでちょっとなのか？かなり怒られていたように見えたが、私だったらきっと泣いちゃいます。ヒノカ姉さん、サクラ、今日は来てくれてありがとう。いや、礼を言う必要はない。両国には恒久的な平和条約が締結されたんだ。何かあればこうやって駆けつけるのは当然のことだろう。ありがとう。てか誰が王様やってんの今白夜。ここしばらく会えていなかったから顔を見ることができて嬉しいぞ。ねえねえ、さくら、さっきあなたにも手を振ったの見えた？はい。そのことも怒られてましたね。見てたんだ。なかなか元気そうでよかったと思うぞ。だが私の戴冠式の時はもう少し上品に頼む。王女か。まあ。白夜王国の次期女王はあなたなのね。とても素敵だわ。さぞかし美しい女王になるのでしょうね。日の金様、今大変なんです。女王としての所作がそのいまいち板につかなくて。おい、バラすな桜、仕方がないだろう。まさか私が即位するだなんて夢にも思っていなかったんだ。即位するなら龍馬兄様だと思っていたし、そうでなければ匠が。すまん日の金さん。ミカミックス、いや仕方のないことだ。確かに暗夜王国軍が憎くないといえば嘘になる。卑怯なやり方で民や兵を、この漢字が毎回読めない。これなんて読むの？なんとかしたことは一生許せないだろう。だがお前たちはそんなやり方に必死で抗おうとしていた。龍馬兄様も匠もお前たちを恨んではいないさ。姉さん、しかし国の中にはまだお前たちをよく思わぬ者が多い。これは簡単には覆すことはできないだろう。私も細心の注意を払うが、白夜王国に来るときはくれぐれも気をつけてくれ。分かっている。私たちはそれだけのことをしたんだ。当たり前のことだ。私たちのせいで散った命のことは生涯背負っていこう。流れた血や涙の重さもすべて、先の戦争で働いた行為、本当にすまなかった。そんな、頭を上げてくれマークス王子。いやマークス王、私も王となる以上いつか必ずあなたたちへの誤解は解く。だから少しだけ時間をくれないか。私も日の金様と一緒に頑張ります。二人ともメカミックス、その時が来たらいつでもまたあの城に帰ってこい。龍馬兄様と匠はもういないが、それでもお前のことをお帰りと言って迎えることはできる。本当の兄弟として笑う会うことは今からでもできるさ。ありがとう。もう時間だ。私たちはそろそろ国に戻ることにする。今日はよく私たちを招いてくれた白夜王国を代表して礼を言おう。さくら、私の天馬に。はい。皆さん、
また白夜王国の戴冠式でお会いしましょうね。うん、またね。行ってしまったな。ああ、でもまたすぐに会える。お前たちは兄弟なのだから。そうだな。これからはまたいつでも一緒にいられるんだ。それじゃあ私たちは晩餐会に行きましょう。晩餐会？そうか。兄さんはまだ知らなかったね。暗夜王国では王城で行事が行われた後、そのまま城で要人たちと晩餐会をするんだ。ただ今回は王城だけじゃなくて王都を挙げての大晩餐会だけどね。民たちにも食事を振る舞って楽しんでもらおうって思って。マークス兄さんの計らいだよ。それはすごいな。でしょ？私は王都の人たちのところに食べ物配りに行くんだよ。あらあら、一人では運べないでしょ。私も一緒について行ってあげるわ。僕は国の要人たちの話し相手をするよ。今からしっかり良い印象を与えておかないと。お前たち頼んだぞ。私はおそらく王座から離れられないからな。よし、敏腕メイドとしてじゃんじゃんお料理を運んじゃいますよ。私はミカミックス様の好物を先に確保してまいりましょう。暗夜王国の晩餐会ですか。どのような料理が出るのでしょうね。なんか役立たずたちがいっぱい出てきたな。ここぞとばかりに俺たちもって今日は王都も王城も賑やかになりそうだな。本当に変わったんだな暗夜王国は。ま、お前ら役立たずは最後の出番だからな。では今日はみんなで思いっきり楽しもう。暗夜王国がこんなに明るい笑い声で溢れているなんて夢のようだ。しかしこれは夢じゃない。多くのものを失った代償にみんなで勝ち取った紛れもない現実だ。俺が選んだ道は険しくはあったが決して間違いなどではなかった。くじけそうな道の先には確かにこうして平和な未来があった。ありがとうみんな。俺はみんながいてくれて本当に幸せだ。晩餐会は大盛り上がりだな。まだまだ終わる気配もないし、少しだけ休憩しておこう。そういえばこの場所、初めてアクアに出会った湖となんだか雰囲気が似ているな。本当にどこに行ってしまったんだアクア。何この歌は。さらばだアクア。アクア、やっぱりアクアだったのか。戻ってきてくれたんだな。一体今までどこで何を。アクア、ねえミカミックス、私の歌どう思う。きれいな歌だと思うが。そう、でもね、よく耳を凝らすと今まで気づきもしなかった力がこの歌に宿っているかもしれないのよ。本当か？ええ、きっとあなたにもわかるわ。しばらく目を閉じて私の歌を聴いていて。でもいいから、私の言う通りにして。わかった。なあアクア、戻ってきてくれて本当に嬉しいぞ。こうやってお前が隣にいる感じがなんだかすごく懐かしいんだ。思えばこの前の戦いでアクアはいつもそばにいてくれたな。お前がいなかったら俺はとっくに命を落としていただろう。お前は俺にとって…アクア？いなくなっている。幻？ありがとう。ミカミックス、いつかまたどこかで。アクア。そうか。お前は行ってしまったんだな。またいつか会えたら。その時は。おい。ミカミックス、一人で休憩中か？今から要人を連れて城下を見に行くのだが、お前も一緒に行くだろう。今行く。待ってくれ、置いていかないでくれよ。ははは、なんで最後だけ無邪気になるんだこいつは。お兄ちゃん、早く早く。おこいつの目線どうなってんだ。やたら身長低そうだぞ。また寝坊。ほら、早く行くよ。お前はなんで座ってないんだ。そして相変わらず騒がしいな。お前たちは昔と同じだ。きっとこれからもな。
てかエリーゼマジで何歳なの。先の戦いに正義はなかった。いや、戦いに正義などないのかもしれん。正義と立場によって後ろの方でさ、棒人間みたいな足が。だが、せめて私はこれから王として己が信じる正義を貫こう。その大切さを教えてくれたお前と共に。こうやって言うと背低いよね。エリーゼよりちょっと大きいくらいじゃん。はい、というところで結構戦死者が出ましたけど、アンヤ王国編無事終了しましたね。これで一応ノーマルだからな、ハードだったらどんだけ辛いんだよっていうところですけれども、とりあえず次は、サポーター名鑑適当に。エルフィ強いからな。モズメは登録してあるか。ベルカ、マークス、アシュラ、カミラ、ここら辺をちょっと登録しましょう。 OK。まあ結局使わなかったけどね。というところで、じゃあアンヤ王国これで終了して、まあ次はトーマ王国ですね。こちらの方もやっていきたいと思いますので、アンヤ王国編とりあえず一旦これで終了したいと思います。